おっと、さあここで今試合再開となるようです。さあ現在この段階でマキシモ・ブランコにはイエローカードが1枚提示された状態です。第1ラウンド残り時間10秒切っている。さあここで第1ラウンド終了です。近藤選手、はい、まずやはりこのマキシモ・ブランコの、はい、あの勢いのあるその瞬発力ですね、はい、はいはい、まあ、そのあたりからマキシモをちょっと見ていただいたの結果ちょっと話してもらいたいんですけども、はい、どういう印象でしたか今日は。そうですね、やっぱりその潰されながらもその勢いというのを潰されながらもやっぱり出すところは出してきますよね、はい、あの相手と離れた瞬間だったりとか、あの自分が行く時を分かってるというか、はい、あの爆発するところを分かってるので、だん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 そのマキシモペースになってる来てはいるなっていう感じがしますよね。なるほどね、はい、まあ、一方のこの花澤にしてみれば序盤はうまく、そうですね、ね、コントロールしてましたからね、はい、あれはやっぱり2ラウンド目もやりたいですよね。そうですね、はい、さあ若干しかし先ほどのいわゆるアクシデントが、うん、影響してなければいいんですが、花澤大輔ラウンド2ラストン。さて第2試合ライト級戦ラストラウンドです。マキシモ・ブランコ対花澤大輔13の一戦。さあ打撃を今うまくくぐるようにして組んでいった。しかしここで連打出てくる膝、マキシモとここでカウンター、膝も出していく。これはでもいくつか捉えてますね近藤選手ね。そうですね、結構効いてると思いますよですね。さあここで一気にラッシュか、マキシモこの状態を抑え込んでいく。これがあるからマキシモは怖い。しかしまだ下で花澤が今うまくとここで鉄槌落としていく。これだ、この今上がった状態でマキシモがこの今一瞬動きが止まりましたが、これではちょっと花澤大輔気をつけなければいけません。花澤選手もですね、下からめくりをやろうとしてるんですよね、はいはい、足をこうコントロールして上を取ろうとしてるんですよ、ですね、はい、まあ、あれだけ落とされながらもこういうリアクションができるのこそ花澤ですよね、はい、ここは本当百戦錬磨ですね。さあこの股先の状態から今、うんと、まだこれ膝はまだ膝裏を抱えた状態ですね。さあここで今シフトリバースしました。いや、この体勢持ってこれたの大きいと思いますよ。これぞ花澤大輔の真骨頂と言えるべきところでしょう、うん、現在上のポジションは花澤大輔13です。なるほど、まあ、あれだけの連打ラッシュを浴びながらも今この状態を形成して、ここからこれ花澤はやはりうまくね、そうですね、コントロールに持っていきたい、はい、はい、じりじりと。さあこのグラウンドの攻防においてもやはりこの花澤大輔のいわゆる見せ場となってくるわけであります。5月の大阪大会においては新足換十段と言われた花井武文もこのグラウンドコントロールによってうまく判定で破っております。そして9月7日同じくこの大阪大会アレス、レアンドロ・クサノ、これに対してもきっちりと肩固めで一本勝ちを収めている花澤大輔。さあ今これは状態今入りましたね、ポジションには入りましたね。ポジションはまだ入ってないですね。あ、まだ入りきれてないです、はい、ただこの肩固めの形は作れてるんで、あと足抜けちゃうとちょっと決まっちゃうかもしれないですね。なるほどですね、はい、おーとこでギブアップ。勝者花澤大輔、一瞬の隙をついての花澤大輔、肩固めきっちりと決めてくれた。さあ一旦ここで結果をまずお知らせをしていきたいのですが、やはりこの花澤大輔の